はい、11月21日火曜日、イカレるスリーメンの時間です。皆さんよろしくお願いいたします。はい、本日の出演者は産経新聞論説委員の畔蒜瑠偉さんです。はい、よろしくお願いします。はい、もう一方、自民党前衆議院議員の長尾隆さんです。はい、よろしくお願いします。それでスカイプでタレント千葉玲ちゃんです。よろしくお願いいたします。福岡もあんまり寒いんだか暖かいんだかよくわからないですけど、ぜひ頑張ってくださいね。何ですかそれは。はい、わかりました。励ましてんだかからかってんだかね、よくわかりませんよ。はい、はい、じゃあ早速世論調査いきましょうね。1番をお願いします。はい、岸田内閣の支持率軒並み 20% 台に下落。岸田内閣の支持率が報道各社の11月の世論調査で軒並み 20% 台に下がり、政権発足以降で最低水準となった。読売と朝日の調査は、政府が経済対策に盛り込んだ所得税減税と現金給付を評価しないがいずれも6割を超えた。臨時国会の開会から1ヶ月足らずで政務三役が3人相次いで辞任したことも政権のダメージにつながったとみられる。読売で政権運営にどの程度影響があるかの回答で、大いに影響があるとある程度影響があるは合計 68% を占めた。畔蒜さんね、もう本当に各社の世論調査が 20% 台までというのと、はい、先月から比べてもかなり下がってるというの、それからもう一つは、不支持率の高さですよね。これはちょっと異様なくらい高いというのは、まあ簡単に言ってしまえば政権末期に近いかなというのは誰しもそう思うんですけど、このあたり、まあ、全部という感じでどうなんですか、世論調査のこの感じというのは。まあいわゆる負のスパイラルに入った感じはありますよ ね、はい、何を言っても何をやっても信用されないというですね、これはちょっと自業自得の部分も確かにあるんだけども、ちょっと気の毒なぐらい一度に下がってますね。まあ、でもこれ不信感を今国民が政権と総理に持ってるということですから、もし立て直す頑張る意欲があるのであれば、もう今は耐えずでしかないですよね、これはですね。で、まあこれ選挙はもうこれ当然12月ももうないでしょうし、やけくそでもできないような状況ですよね。でも年が明けてもおそらくしばらくはない。いや、予算上がるまではもう全然ダメですよ ね、6月にワンチャンスあるかどうかぐらいで、まあ、会期末ね、もうそれもできない可能性が十分ありますから、で私はですね、でもせめてね、そこでまだ続くことになるのか、そこでのたれ死ぬのか分かりませんが、今一生懸命強調している憲法改正と皇位継承の安定的な方策については、一歩でも二歩でも三歩でも四歩でも前に進めて欲しいなと思ってますけどね。これだってで、ポスト岸田になったら本当にそれをまた続けてくれるかどうか何も分かりませんからね。はい、長尾さんいかがでしょうか。いや、本当はどうしたらいいのかって、もう皆目見当つかない状態ですよね。で、まあ後で構成に出てくるんでしょうけど、LGBT のね、やっぱり6月が第一弾ロケットで支持率低下の大きなきっかけになったと。だけども、いろんなほら見たことかという、そういう女性浴場にですね、男性が入り口でカツラかぶって受付通って体洗ってたっていう、まあ何箇所でも起きているわけなんで、まあやっぱりこう LGBT 法が、トランス女性を装った変態がですね、犯罪を助長させたという部分があるんだったら、やっぱり法律はおかしかったですと、いうことで、もう見直しをするとか廃案するとかいう発信をすれば、また支持率の景色も変わってくるんでしょうけども、ただ支持率が下がったのが、マイナンバーだって言ってるうちはね、なかなかそっちの方に、みんなマイナンバーなんか覚えてない、覚えてないですよ。ただね、やっぱりその LGBT でまず保守の徹底的な離反を生んで、しかしその側は今保守だけじゃなくて、特に思想的な背景のない無党派層にも及んでるという感じが強くしますね。そうですね。あれ、フジテレビのね、平井文雄さんのね、言葉を借りれば、岩盤保守層が離れたんじゃなくて敵に回っちゃったと、
そういうところですんで、本当もう畔蒜さんのことばっかりいればもう耐えるしかないのかなと。まあ、だから LGBT 法に関してはまあこの番組でもね、まあ、僕らだけに言った他の番組でもそうでしょうけど、一斉にこれは大変なことになるぞというまあいわば警告を繰り返し発したんですけど、はい、結局これを聞く耳持たずにあれだけ強行してしまった上に、私が良くないというのはこれは議員提案だからって総理が一度も前に出てきて説明すらしなかったでしょ、うん、そうなんですね、これはね国民にして見ればはね、なんだよこれはこんな重大な話をっていうね、だから あそこで不信感をものすごく変えましたよね、はい、そうですね、うん、総理は何を考えているかわからないわけです、分からないという、うん、これはその今批判を浴びている減税限定減税にしたところでですね、はいはい、結局本当に 減税したいのか、いずれ増税するそのごまかしやってるのかっていうのに疑われちゃってるわけですね。そうですよね。だからまあ本当に総理をやりたいっていうことがあるのであれば熱を持って語らなきゃいけないのに、うん、なんかこう丁寧に説明してますっていうだけで何が丁寧かわからないっていう状況になってますよね、うんうん、だからその総理大臣なわけですから、自分が総理になったら何やろうと思ったかどうかも、まあ、怪しいとそこから疑えばキリがないんだけどただやっぱりとりあえず現職の総理大臣でいらっしゃるわけだから、自分は これは絶対やるんだと、ね、それはもうどんな批判を浴びてもやるんだということが仮にあるんだ、それに向かっていけばいいんだよって、それがよくわからないとすれば国民じゃどうしたらいいんだというね、それはものすごいやっぱ不信感を持って不安になるじゃないですか。そうなんですよね。そこは、じゃあだからといってはっきり言いますけど、いや維新にとか国民にとか、まあ、明日に立憲民主党に政権を持って、そんなこと誰も思っちゃいませんよ、それは、うん、まあ、まだね、かつて民主党政権ができた時はですよ、自民党はダメだから一回民主党にやらせてみようじゃないかという空気がありましたよ、はい、今で立憲民主党にやらせてみようかという人なんか聞いたことないんです。今だからライバルがうちにも外にもいないんですよね。いないんですよ。だからこのままだーっとこう低空飛行をね、うん、続けていくことによって、うん、まあ、これは国益を損なうことになりますよね。そこが本当に良くないと思うんですよね。3年ぐらい前にまだ安倍さんご存命で、はい、元気だった頃に、まあ、いちいち安倍さんが次は千田さんで行こうっていうふうに言ってましたよね、うんうんうん、話してて、ただ岸田さんはやっぱりその情念がないんだよなっていうことを言っててね、うんうん、まあ安倍さんが好きな吉田松陰みたいにね、うん、いざとなったら物狂いになってやれっていうような、うん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 、そういうふうな姿勢がまだ見えてこないと、うん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 、船長、日本までの船長がどっちに行く気なのかわからないっていうのじゃね、うん、不安になりますよね。だからちょっとごめんなさい、これ話に長くなって恐縮だけど、岸田さんが総理になっても宏池会の会長を辞めなかったっていうのはね、もうなんかあんまり割と簡単に片付けられてるけど、あれはかなり重大なことで、なんで派閥の長にそんな総理大臣になってこだわらなきゃいけないかということは、やはり日本の政治とか日本の国民よりも派閥が 先にあるというのが、これはとんでもないことだという認識が仮に岸田総理にないんだとしたら、今の事態はねそういうことなんだろうなというふうにね、ちょっといろいろ勘ぐってしまいますよね、まあ、それ以上に米国の言うことさえ聞いてれば、それでなんとか務まるという部分で、ですからこう、あ、米国が指示出していることだなというふうに今の岸田政権の方針を理解すると、まあ残念ながら納得できちゃうんですよね。長尾さんね、この前 APEC の首脳会議、サンフランシスコでやった時に各国首脳との会談だったでしょ、はい、日米首脳会談たった15分ですよ。15分ですね。往復ですよ。行ってこいで7分ってことでしょ、逐次通訳。15分だと時効の挨拶として一言二言言ったらもう終わりですよ。米中は3時間でしたっけ、4時間、うん、3時間超えたんです、ね、3時間超えたんですよね。つまりこれはバイデンさんが岸田さんから何か意見を聞きたいとか相談したいと全く思ってないっていう、全くないってことです。そうですよね。つまりバイデンというかアメリカ政権側は全くもう何ていうか対等の感じで日米首脳会談という捉えてないという、ついでにちょっと時間余ったからちょっとやってやろうじゃないかという、それで言ったことが、来年早々岸田さんを国賓待遇で呼びまして、つまり そんなことでごまかされてるのかっていう話でしょう。あと産経さんも書くことがなくて、うん、こう机を叩いたって、そう原川記者がそれ以外に書くことなかったの、7分間の間で
あの机を右手で叩いたっていうのがね記事になるってことは本当に何もなかったんだろう。トントンはあれ日中の日中の話ですよね。で日中の話です。大変失礼。そう日中だ日中。でそれはね一緒にもう ほとんど想像つくんだけど、嘘じゃないにしてもそれくらいなんか言わないと、同席してたやつがさもう一方的だから。机を叩いて反応したんですよって一言誰か言ったんだろうねって誰か言った。あれも、うん、習近平が宿泊しているホテルに岸田さんが出向いたんでしょ。そこも問題なんです。これもおかしいですよね。普通だったらそれぞれが宿泊してないホテルを取ってそれぞれに行くっていうのが当たり前のことなのに、なんでその事務方がそういうことをやらなかったのかって、これもまた不思議です。それは一番最初に日本側から中国に会談してくださいって申し入れるからそんなことなんですよ。にしてもね、下手に出ちゃってる。それにしても、うん、前も行くことはないでしょう。ただ私はね、日中首脳会談やったこと自体はですね、まあ悪くないと思ってるんですよ、うんうん、まあどこまで相手の耳に響いたかは別として、はい、一応項目的にはちゃんと言ってますからね。会議をやったと、ね、あのまあ日本人のあの人質みたいな人の話とか部位の話とか一応一通り言ってますからね。まあそれはまあ意味がないことではないんですけどね。ただ外形的に全なんでこんな風にねなっちゃうかというですね。だからさっきの手術のことにしてもね、例えば部位のことを日中首脳会談で習近平に伝える前にね、もう撤去してからね、悪いけど撤去したから、うん、もう二度と やるなと。いやいや、そういうことなんです。そうすれば多分世論も、うん、お岸田ちゃんとやっとるじゃないかと。撤去してからけしからんと怒んなきゃ。そうです、あれはだって事前交渉しなきゃいけないものを交渉しないで勝手に置いたわけだから、うん、その時点でルール違反なんですよ、うん、だから撤去してから文句言わないといけない。あの言ってもう撤去しましたからと、うん、で逆にあの、2013年の時は確か臨検やってるんですよ、まあ、調べたからっつって、うんうん、いろんなもの見せてもらいましたからっつって言えばいいんですけど、まあ支持率回復できる、まあ、要因はいくらでもまだあると思うんですけど、まあ、なかなかやらないですよね、うん、はい、まあ、ね、ちょっとごめんなさい、こればっかり取っちゃう、うん、はい、10分過ぎたんで、レジャーに関連で2番を読んでください。はい、支持率低下は不思議、岸田政権の政策を評価、戸倉経団連会長。経団連の戸倉正和会長は20日の記者会見で、岸田政権の支持率低下に歯止めがかからないことについて、一つ一つの政策は正しい方向でそれぞれ評価している。なぜこれで支持率が上向かないのか私も不思議だと述べ、現政権が掲げる政策について前向きに評価した。まあこれも散々パラ、もうめちゃくちゃた X 上は叩かれてますけどもね。いや別に経団連会長だから現政権を擁護しようとするのは、まあ、当たり前っては当たり前かもしれないけど、うん、もっと言い方があるじゃないですか、ですね、これは。いやだからこの人ずっと ずっとおかしいよね。 LGBT の時もそうだし、うん、消費税も上げろって言ってるし、なんかわけわかんない人ですね、まあ、ピンボケ発言でずっとおかしいんですよ、確かにね。まあそんな人が経団連のトップだ、日本の経済も良くならないなっていうふうには、うん、会社もだからおかしいんですよ今ご自分の会社もね、うん、はい、次、山口長門市長選ですかね、3番を読んでください。はい、保守分裂の長門市長選、自公推薦候補敗れる。安倍氏地元、山口県長門市長選が投開票され、無所属現職の江原達也氏が自民公明両党が推薦した無所属新人の脳のよしこ氏を破り再選した。長門氏は故安倍晋三元首相の地元で、江原氏は安倍氏の後援者だった。林芳正前外相が脳の氏を支援し、保守分裂の選挙となった。山口の自民党の地方組織の中で安倍系と林系はライバル関係にある。林氏は次期衆院選から適用する小選挙区の区割り改定で長門氏を含む新3区から出馬を予定する。まあこれは保守分裂だって、現職だからね、無所属現職だから、逆に言うとそれに自民公明推薦のやつをぶつけてきたという図式なんでしょ。それで安倍さんのまさに地元だから勝ちましたって、
まあ当たり前じゃ当たり前じゃないのと、それ驚く話かなとはと僕は思うけども、自民公明推薦の現職が、現職じゃない、チャレンジャーが負けたという意味ではニュースかもしれないけど、もともと林さんはその、参議院議員だったから、別にここは地元でも何でもないわけですよ。そういうからすると安倍さんの方がそれは強いに決まってるでしょとしか僕は思わないんだけど、まあ、ただまあ林陣営としては幸先が悪いな、まあまあそういう意味だと思うんですね、ありますよね、そこはね。長尾さん何かありますか。これはちょうどね10月に私長門市行ってて、あ、で安倍さん の、うんうん、あの安倍家のお墓参りも行ってきた時に、はいはい、あのまあ泊まったホテルとか、うん、あとちょっとお世話になったあのタクシー会社の入り口に、うん、林さんとあの能野さんの2連ポスターが貼ってあったんですよ、うん、で当然そういう話題になるじゃないですか、はい、いやうちはねでもね代々ねずっとねあの安倍さんなんだよねっつって、うん、だけどこのポスター貼れって言われたからみたいな、でも相当ねちょっとこうあのゴリゴリやりすぎた、はいはい、で。あのそのタクシーのドライバーさんがね、いやもう仁義を書いちゃいられやしないみたいなね、なそんな話で、うん、まあ相当あの、まあ、私が政治家だっていうことは言ってないんで、うんまあ、いろんな話をしてくれたんですけども、うん、まあもうね平気でこうあの安倍陣営に、うん、あの手突っ込んできて、はいはい、ポスター片っ端から貼ったから、うんまあ、とりあえず貼るのは貼るけど、うん、もう入れねえよっつってはっきり言ってましたよ、うんうん、ええまあ、あ結構あの激しい戦いやってんだなと思って、うんまあ、昨日のあの一昨日の結果ですんでね、うんうん、多分いろいろあの地元のそのなんていうかあの感情を逆立てるようなやり方をあのゴリゴリやったんじゃないですか、うんうん、そうですよね、行儀の悪い立ち振る舞いというか、まあ、私もそう思うんですよね、うんまあ、まだあの地元の人からすると安倍さんはああいう形で亡くなったってそうです、まだ生々しいんですよ、まだ忘れ去るような時間は経ってませんからね、うん、それなのに林が勝手に乗り込んできたという印象は強く持ってますよ。僕もこの前山口行きましたけど、だからポスター貼ってるだけだからって言って、うん、あの票は入れないからってはっきり言ってましたから、うんうんうんはあ、なるほどなと思ったんです。林家の方も側も少し焦ってことを防いでるんでしょうね、うんうん、そうですね、ちょっとそう思いますね。乱暴だったような感じがしますね、はいはい、次はパーティー券ですね。4番をレイちゃんお願いします。はい、自民党5派閥パー券問題で特捜聴取、安倍派1900万円、二階派950万円過少記載、ミスでした追及難しく、材料集めが焦点。自民党の5派閥の政治団体が政治資金パーティーの収入について2018年から21年分の政治資金収支報告書に計約4000万円分を過少記載したとする告発状を受け、東京地検特捜部が各派閥の担当者から任意で事情を聞いていることが分かった。内閣支持率が急落している岸田政権に政治と金の問題がさらなる打撃となりそうだ。これちょっと長尾さんにちょっと聞きづらいこと聞くんだけどパーティー券1枚2万円とかでさ、はい、例えばノルマがあって100枚だ200枚だとか、はい、ノルマがあるじゃないですか、はい、ああいうのだってさ、本当に売って現金が入ってきたかどうかのっていうのは結構微妙な話じゃないんですか。どうなんだろう。これはそのまあベテラン先生クラス事務所とですね、うちのようなのペーペークラス事務所になって、多分会見の処理はまあ違わないんでしょうけれども、まあうちなんかはやっぱりまあ100万円の100万円あのノルマ達成して、それを超えた分はまあまたあの別途あの活動資金というようなあの形で合法的にやるということ で、 で結構あのまあ都道府県連主催パーティーと自分のパーティーと、まあ自分のパーティーは年に2回やるとして、あとは派閥のパーティーと、まあ大体4回以上パーティー券をあの売らせていただく局面があるんですけど、派閥のパーティーってね結構売れるんですよ。あ、そうなんですか。一番売れるんです。それは人がいっぱい来るから。人が来るのと、あと勢ぞろいで、でコロナの前ぐらいになると安倍さんがあの派閥の会合に行って、うんうん、で一緒に写真を撮ってくださったりとか、そういうのがあるんで、そう出席者と、そうなんですよ、出席者と、ね、だからまだあのパーティーあの来賓の挨拶やってるのに、あのこっそりと行列ができていたりとか、そういう点ですごくあの売れるんで、ね、なるほど。ただまあ、あのまあ、これあの赤旗が火つけてるんですよね、裏で、
で、まあ、これは言ってもいいと思うんですけど、2ヶ月ぐらい前にあの派閥 の、 あの事務所の方から、はい、あの うちの収支報告書、あの総務省に届けてある、選管に届けてある、過去3年分だったか5年分だったか一回全部ちょっとあの出してくれっつって、うん、うちの秘書が会計担当が言われて、はい、あなんかあるんかなと思ってたら今回の件があったんで、あやっぱりちょっと予兆はあったんだろうなということで、うん、まあ多分これはもうそれぞれの各派閥 の、 あの、まあ、会計責任者が、まあ、どんな形で今あの調査を受けてるのかっていうところは、まあ、むしろ僕らも、うん、あの知りたいところです。これ安倍さん、その特捜がっていうのは、それは告発されたから特捜も動いたんでしょうが、どの程度のものかというのはちょっと私もその よく分かんないんだけど、まあ、それは一応その、うん、受理したらね、名目上は捜査しなきゃいけませんからね、はい、うんうん、まあ、私もそんなにこれ大きな話になるとは思ってないんですが、うん、ただパーティー券って長尾さんの前に言うのもあれですけど、小池百合子さんとかがね、前清和にちょっと行って出る時に言ってたの、パーティー券がめんどくさい、売るのがめんどくさいだよね、うん、言ってましたよね、うん、まあだから本当にこの結構どんぶり勘定なところも あるでしょうね、うん、多分ね。いや僕もそう思う。ちゃんとうちなんかちゃんと持ってかないと売れないから、うん、ちゃんと持ってくんですけど、そうでないところは多分ボコーンとこうあの、うん、やって、だけどじゃあそれは一人一人からちゃんとお金集めてるんですかっていうような、うん、そういう時代も、あったとは聞いてる、うん、そうですよ、だけどお金は本当嘘つかないんで、うん、きっちりやっておかないと ね、 そうですよね、まあ、今そういうのねちょっと厳しいですからね、そうですよね、はい、次は高橋早苗さんの勉強会です。5番6番と呼んでください。はい、安倍派の塩野谷隆座長、勉強会発足の高市早苗経済安保省を牽制。自民党安倍派の塩野谷隆座長は、内閣支持率が低迷する中で、保守系議員を集めた勉強会を発足させた高市早苗経済安全保障担当省を牽制した。来年9月の党総裁選を念頭に、政局につなげる意図があるとおかしな方向に行くと記者団に語った。長尾先生です。私は首相再選を支持しませんが、波風が立ち、揉めに揉めて本性をむき出しにしてぶつかり合い、導かれた結果こそが良い結果となる。これを信じています。これは長尾さん、これは どういう出身なんですか、その本省向きで、まあ、多分高市大臣が勉強会を、うん、まあ、これ議連なんですけれども、まあ、この段階でもう前々から2年ぐらい前からねやってれば、まあそういうことにならないんでしょうけど、まあ、このタイミングで立ち上げるっていう話になると、まあ、あのそういうあの匂いをあの醸し出してくるっていうのもこれは当然のことだと思うんですけど、ただ塩谷座長がおかしな方向に行くっておっしゃる、このじゃあおかしな方向って実際何なんだろうっていうところなんですけど、うん、ただ私もあの総裁選ってもうたくさんの候補者出てほしいんですよ、うん、もうあの言葉もう誤解を恐れずに言うと、例えば20人20人20人でね、うん、もうとりあえず割り振ってでもね、うん、例えば保守系の候補者がガーンと出てですね、うん、最後は決選投票に持ち込んでもらって、うんうん、で総裁は一人ですから、はい、で大体今までの総裁選挙で、まあ、総裁が一人選ばれて、そうするとその時の一緒に戦った候補者ってみんな重要閣僚だとか、はいはい、重要ポスト等の、うん、職責に就くじゃないですか、そうすると保守系の候補者が多ければ多いほどその可能性が高くなら、うん、もうとにかくあの人もこの人も、うん、もう清和県から3人ぐらい他からでも高橋さんも例えば青山さんも出るっつって言ってる中でね、もうとにかくみんな出てもらってうわーっとこう盛り上がるような、うん、最後は一人ですから、まあ、なんかちょっとそういうざわざわ感があって最後一人選ばれるっていう方が僕はいい結果に結びつくんじゃないかなっていうそういう思いを込めて、うんうん、あの X のポストをしました。阿部さんどうでしょう、この高橋さんの勉強会そのもの、僕はあの言い訳する人全然なくて、今のタイミングで勉強会開ければそう見られるっていうのはこれはもう当たり前の話ですよね。だから言い訳僕はする人全然ないと思うんですよ。だから高橋さんがその政局に結びつけられるような侵害だみたいな言うのは、うんうん、まあ、そこまで言わなくていいじゃないですか。いやというのはそう思うんですよ。誰だって結びつけるでしょっていうのはあるんですね、うんうん、ただやっぱり高橋
岸さんがその前の総裁選に出た時のきっかけの理由の一つとして、自分が出なければそのリベラル陣営の候補ばっかりになっちゃうと、で自民党の中で保守の旗を立てないといけないと、でそれが結果的に衆院選が勝てればいいっていうふうに私に言ってたんですね。まあ、だからそういうふうなのは正しいと思いますからね。でしかも高市さんはその岸田政権ができる時に閣僚に、まあ、選ばれちゃったから仕方ないけど、選ばれなかったら勉強会直ちに立ち上げるつもりだったから、まあ、そういう意味じゃ自然な流れかなと思いますね。本人出席13人ということの評価はどうなんでしょうか。これが次にどうなるかですよね。あ、2回目の、ね、2回目とか3回目とかですね。なるほどね、増えるかどうかということね。それ逆に減るようだと勢いがなくなっちゃうんですけどね、45人以上そうそう名簿があるみたいです、まあ、ただこれ議連ですんでね、派閥横断だから。ただ、まあ、宏池会だけ出席者がいなかったんで、いなかったっていう、ふーんと普通入れてくるもんだけどね、あの普通は、ね、普通はあえてあの内情を探るために、ね、そう、ね、はい、じゃあ次です。7番8番とレイちゃんお願いします。はい、高市早苗経済安保省勉強会批判に他の閣僚も同様。高市早苗経済安全保障省は20日の記者会見で、自身が中心となり自民党内に発足させた勉強会への批判に反論した。私は現職閣僚としてたくさんの議員連盟に入ってるし、他の閣僚も同様だと思うと語った。同党の世耕弘成参院幹事長が17日の記者会見で、高市氏の勉強会に現職閣僚がこういう形で勉強会を立ち上げるのはいかがなものかと苦言を呈していた、高市さんです。過去に森内閣の支持率が一桁台になった時、主犯指名選挙の本会議で国民の皆様の代わりに森総理のお名前を書いた限り、与党議員には支持率が 1% になっても支える義務があると発言し、大バッシングを受けましたが、それは今でも私の矜持です。岸田総理をお支えするべく懸命に働いています。この、まあ、反論とか言い訳というか、これ安倍さんどうなんでしょうか。僕はもうあんまりごちゃごちゃ言わない方が、議連で勉強してますということと、聞かれたら総裁選挙があれば私は必ず出ますとぐらい言っとけばそれでいいんじゃないかという気がするんだけど、どうなんですかね。まあ、高市さんもいろいろ説明したい方なんでしょう。ああそうね、そもそもがね、まあ、ただこれはその今の時点で岸田さんを支えることと次の総裁選に出ることは別に実は矛盾しませんからね。過去にそういう例はいくらでもあるわけですから、はい、長尾さんいかがですか。これそうですね、あの昨日この議連勉強会の立ち上げにあのかなり関わった、ちょっとあの議員との方とお話、はい、あの食事したんですけど、いやあの高市大臣のこう発信はあれはいらないよねって、もう私もそう言ったらその議員もあれはいらないよねと、まあ、多分ちょっと性格的な部分があるんで、これはもう誰もが思うんで、先ほども言ったように過去からずっとこうあの勉強会が継続されていればね、よかったんでしょうけども、まあ、これはもうあの次の段階でということでよろしいんじゃないですか。はい、ちょっと時間の問題があって1個飛ばして、長尾隆図愛という 10番を出ちゃうの、10、11か読んでください、はいはい、自民片山氏、国民は不安、性自認めぐり差別助長も。共同通信、自民党の片山さつき氏は20日の参院本会議代表質問で、出生時の性と性自認が一致しないトランスジェンダーの女性を取り上げた。女性用トイレなどで体の性別と性自認が一致する女性の安全を脅かしかねないとの見方を示し、国民の不安を主張した。議場では差別助長だと非難する声が上がった。片山氏の発言はトランス女性が変質者であるかのような印象を広げ、偏見を煽る可能性がある。長尾先生です。生来女性の不安の声を全く受け入れていない最低の記事です。片山参議院議員の主張を全面的に支援しましょう。皆さんよろしくお願いいたします。
はい、長野さん、どうなんでしょうかね。これ、はい、この共同通信の記事はなんでこの片山議員の質疑を聞いてですね、はい、あの偏見差別をね、あの煽る可能性があるのかっていうのは、うん、全くそんなこと一言も言ってないのに、うん、あの勝手なあの印象操作をねこうやってあの活字にするのだけは影響力のある通信社だけに本当にあの、うん、やめてもらいたいと、うん、であと議場からねやめろっていう声はねあの飛んだらしいんですよ。ああそうですか、まあ本当ねあの私が本会議場にいたらねそいつの名前全部あの明らかにしてやるんですけど、うん、いや なんかね雰囲気はあの分かりますよね、うん、まあ本当あのとにかく片山あの議員の主張とにかく全面的にねあの皆さん支持していただきたいと思います。うん、最近なんか安倍さん共同通信ちょっとおかしいですよね。いやもう開き直ってますね。あ開き直りね。ああそういうことか。もうあの左翼活動家の本性を隠そうとか、もともと左翼なんですけど、はい、片山さんも確か X か何かで、うん、共同の報じ方が一番ひどいというふうに書いてましたからね、うんうんうん。さあその共同の記事12番をレイちゃん読んでください。はい。自民杉田氏愛の揶揄正当化不正使用ならいいのか、うん、共同通信。自民党の杉田水脈衆院議員は X にアイヌ文化振興事業の関係者を公金徴収と揶揄した自身の発言を正当化する趣旨の短文を投稿した。民族差別だとする抗議の声に対し公金徴収ではなく不正使用と言えばよかったのかと書き込んだ。なおもアイヌ民族への偏見と憎悪を煽り続ける杉田氏の言動は厳しい批判にさらされそうだ。俺もさこの共同の記事もさもう要するに杉田水脈憎しっていうこれだけですよね。公金徴収って言葉がなんかちょっと揶揄するも何もまさに公金ですよね。アイヌ民族のためにというに予算化されたものを関係ないやつがあのそれを使っているということを杉田さんがこういうふうに公金徴収という言い方したでこれは事実であって何ら問題ないどころかそもそもその事態そのものが問題だから問題するのはそこを言えよという話なんですよね。何が問題なんだよって杉田発言なんですよ。こんな当たり前のことが共同通信にかかるとですねいかにも杉田は差別発言をしたなんちゃらかんちゃって言うんだけどそれは違うんじゃないのっていう公金徴収というのは一種の流行語流行語ねですよね。そうですよね。まあそれをその知ってか知らずかなんかとんでもない変な言葉使ってるみたいな言い方で書いてるわけですよね。まあでも共同通信っていうのは全国の地方紙に配信してるだけにあって本当にひどい害悪ですよね。だからねいやあの 全国 全市だから共同の人は僕も直接前聞いたことあるんだけどあの部数3000万の全国紙と同じなんだって共同の人自慢するんですよ。確かにそれくらいの威力あるわけですよ。全市に乗るわけだからだからものすごく怖いことですよね。こういう極端な記事が載るっていうのはね。